24V で電気システムを作る予定でしたが、レノジーのリチウムイオンバッテリーは直列配線できないとのことでしたので、諦めて 12V でシステムを組んでいきます。まずは配線図です。12V で合計 600A の磷酸リチウムイオンバッテリーです。充電方法は 700W のソーラーパネルと 12V40A の走行充電で同時に充電します。また外部電源からの充電も可能です。外部電源に接続すると自動で切り替わるようにマグネットスイッチも取り付けます。配線は端材があるので CVT ケーブルを使います。それでは最後までご視聴よろしくお願いします。電線を露出配線にする予定でしたが、壁を剥がして隠蔽配線にします。剥がれないので切ります。電線を通す穴を開けます。ソーラーパネルの配線を通します。これはトイレの換気扇の配線です。MPPT コントローラーからバッテリーに行く配線と BT1 のコネクターも通します。バッテリーモニターとシャントです。モニターの線は付属のシャントに接続します。バッテリーから走行充電器までの配線をします。まずはキーをオンで通電する回路を見つけます。ここのヒューズボックスは常に通電しているので使えません。助手席足元のヒューズボックスです。とても狭いです。ここのイグニッションヒューズから取り出して走行充電器に接続します。バッテリーから走行充電器までの配線です。
距離がありますが 24V なので8スケアで配線します。ケーブルは CVT ケーブルです。最後にバッテリーに接続します。ここは配管の中に線を通します。バッテリーからの 24V 配線です。グレーの配線はイグニッションからの配線です。線がギリギリになってしまいました。並列配線します。ケーブルは CVT の38スケアです。このバッテリーにつなぎます。並列接続するときはバッテリーの電圧差を 1V 以内にしてから接続します。本来はプラスから接続しないとダメでした。配線も長さを揃えるとのことでした。間違えたので配線はやり直しです。
CVT ケーブルなのでとても硬いです。端材なので仕方ないです。DC-DC コンバーターです。 24V から 12V へ変圧します。 38スケア用の端子台を使います。短いです。イグニッションの線も変圧します。夢中になりすぎてカメラの位置忘れていました。すみません。走行充電器を取り付けます。
ここの位置に MPPT コントローラーを取り付けます。最後までご視聴ありがとうございました。続きは次回です。またよろしくお願いいたします。